ネフェルティヒですね、去年のちょうど、11月23日の、なんだ、勤労感謝の日、勤労感謝の日、復刻年じゃなくて、勤労感謝の日にですね、スタートいたしまして、早いもので、1年経ちました。思い返せばですね、オープンの時にもですね、本当に行列ができるぐらい、1日で100人ぐらい来てですね、いらして、僕はもうびっくりして、うわ、これから先どんなになるんだろうなと思ったりして、嬉しいイメージだったんですけども、ちょっとずつ人が減ってきてですね、雨の降る日は2人とかですね、そういう時もありまして、この前はなんかゼロになりそうな感じがしましたので、局長の元同僚のところにですね、ゼロの記録は作りたくないから、来てくれと。そうしたら、2人、3人来てくれてですね、その後また3人入ってくれたりしましたので、6人になったりしてですね、とにかく365日過ぎましたけども、いまだにゼロがないっていうのがですね、嬉しく思います。これもですね、皆さんの方が、ネフェリティをですね、応援支援してくださっている賜物だというふうに思います。特に僕は教員やっておりました関係で、教え子、そして教員の同僚、そして今日もね、ギター仲間がいらっしゃってくれてるんですけども、音楽仲間、そしてジャズの好きな、人たちですね、ジャズファン、そういう人たちにですね、囲まれてこのネフェリティが現在あるんだなっていうふうに思っております。これからもよろしくお願いいたします。で、今日はですね、大和さんとは一番ライブの縁が深くてですね、第1回目もやっていただきました。そして、今日で3回目になってですね、全部でまだ5、6回しかやってないんですけども、その半分は大和さんです。で、僕も大和さんにですね、ここのネフェリティに一番縁が深いから、やってくれないかって言ってから快く引き受けてくれました。じゃあ、大川さんです。本当にありがとうございます。そうですね、今日は主役は本当、マスターを含め、このお店と皆さんなので、一緒に楽しんでいただければなと思います。それではじゃあ早速1曲目聴いてください。
今来年に向けてカバーアルバムを制作してるんですけれども、まさにその話を以前しててですね、今日のライブについて新曲も披露してくれると思います的なことを書かれちゃったんですけれども、書かれちゃったって言いたかったんですけど、カバーアルバムなんで新曲を全然作ってなくてですね、新曲実はないんですよね、申し訳ないんですけれども、ただ、日頃、ライブに向けてとかで、カバーとかを結構やってまして、皆さん、ちょっとご存知かわからないんですけれど、バンプオブチキンって知ってますか、バンドで名前はって感じですか。で、多分一番有名なんじゃないかなと僕は勝手に思っている曲で、天体観測って曲があります。その曲をですね、以前カバーで、ライブでやったことがあるんですけれども、新曲はご用意できないんですけれども、その代わりといっては何ですか、その曲を、そのバンドをアレンジで、リアルに結構再現して、アレンジできたので、聴いていただければなと思います。それではじゃあ、バンプオブチキンで、天体観測、聴いてください。
少し休憩してまたセカンドステージを上げていただきますのでよろしくお願いします。今日はですね、ネフェルティティの1周年ということで、ね、ネフェルティティにちなみまして自分で作ったネフェルティティのテーマというのをですね演奏したいと思います。でですね、この曲は僕教員の最後の時にちょうど辞める一番最後の時に体育館でこの歌詞の前で演奏した。クリスマスってどこから来たんだろうなって結構
ありがとうございます。やばっ、勝手に。それで最後の曲にしようかなと。最後にトゥモローを聴いてもらおうかなと思います。Yeah, go!